東京消防庁管内では火災による死亡事故が増えています。今年1月から今月6日までの間で住宅火災により亡くなった方の人数は21人、去年より8人増えています。住宅火災の主な原因はコンロ、ストーブからの出火やタバコの不始末などが多くを占めています。コンロ、ストーブの周りには燃えやすいものを置かない、火を使った調理中は絶対にコンロから目を離さない、ストーブに給油するときは必ず火を消す、寝タバコやタバコの投げ捨てをしない、必ず火が消えたかどうか確認する、住宅用消火器を準備する、自宅にある場合は使用期限を確認しましょう。住宅用消火器の使用期限は一般的に5年と言われています。空気が乾燥していて火災が発生しやすくなっています。改めて火の取り扱いや自宅の防火対策を見直しましょう。以上、消防からのお知らせでした。